であとはそこにねその気,気持ちでかかる掛け算みたいなのあるから,、ね、あだからそれこそ昨日配信次の配信で言ってたのがあのこう奥さんに言われた僕の悪いところというか僕が怒るポイントみたいな,なんかあの僕はあれらしいんですよ、まあ、自分でも自覚あるんだけど置いてあるはずのものがお置いてあるはずの場所にない時にめっちゃ機嫌悪くなるみたいなあれここに置いといた薬どことか あれここにかけといたジャケットどこみたいなそれでめちゃくちゃ「レオん機嫌悪くなるよね」みたいなって言われた時にうわサッカーもそうだって思って <laughs> 俺いつもさ「いやこの選手このポジション取ってたらこうパスつながるのに」とか「この選手このポジション取ってたら失点しないのに」っていう話ばっかするんじゃん基本っていうか昔その話ばっかだったじゃん で、今も、選手のオンザボール見さ仕方ねえなと思うんだけど、その、ポジショニングとか、あの、クロスの時の立ち位置とか、優先順位とか間違えると何してんだと思うのそう。それって思いっきり俺の思想とかさ、好みというか、なんかこうと、なんていうの、その性質が入ってるじゃん。っていうのに気づいたというか、あ、そこ繋がってんな、みたいな。そう、あの、できるだけ、 動線スムーズに行動したすぎて結果あれやってこれやってあれやってこれしようって頭の中で考えるじゃんそれ通りにいかない時のストレスみたいなのがすごいあるからでこれはうちの、ね、お姉ちゃんに聞いたら母親もそうだったらしいですねもう自分のペースに乱されるのがすごい嫌だったみたいな僕は子供すぎて気づいてなかったんですけどリアルタイム分析でイラついてる姿見てあれももうだって感情変えてるというかねキャラクター変えてるというか 基本はもう9割ぐらいは家で漫画読んでるかネットフリックスとか映画見てるかとか奥さんと2人は行かないっすね付き合い方は言いたいけどもうレベルが違うからそう奥さんすごい強いよだって俺だってマジでうわでも何もういっもうなんかもう結婚して45年になるからあれですけど最初の頃さやっぱ好かれたいじゃん だからお酒付き合うのよもうだからあの夕方昼から夕方にかけて動画作りますで夜12時とかにアップされてるじゃん当時でそっから奥さんの住んでる三茶行って奥さんの朝までの飲み付き合うみたいなでもさ三軒茶行ったことある人分かるだけど東京住んでる人も屋台みたいな飲み屋とか狭いバーとかスナックとかいっぱいあるのよ そこで一緒に飲むんだけども、俺も俺、も酒もそんな強くないし、もうブルブル震えてるのさ、あの隙間風、むっちゃ入ってくるから、三茶のバーって。で、それを1ヶ月ぐらい続けたのかな、1ヶ月、2ヶ月ぐらい。でも、うこれはもう体壊れるっつって、もう、そう、だから結婚した。うん、<laughs> 結婚したら振られないじゃん、うん。やっぱの、のみ付き合わないと振られちゃうって思ったからね、早めに結婚して、うん。 今はもうあの週にぐらい,かな奥さんいや少ない時は1とかだけどでも2多い時は3とか。でそうそう飲み行ってるからで僕は最近もあれじゃないですかトリリーグとかあ,のあれでもうブルブル震えてるじゃないですか <laughs> だから大体遊べる時と夜空いてる時と次のシュアボーの試合も週休学とか,なんか授業もないとかいう暇が全部重ならないですね。ななか 結婚するとあでもね結婚するとあのね仕事にいい影響出る理由は僕分かりました、ね、自分がしてみてあのー、多分同じ感じの人いると思うんだけど破滅願望じゃないけどもうどうでもいいかなってなる時とかもう行ったれみたいなムカつくからもうやったれみたいなあるじゃんあれがなくなるあの背負うもんが出てくるから、うん、自分が破滅した時に苦しむの自分だけじゃないなっていうになった時に。 それが僕の場合は手話簿があってね家族があるからってなった時にそうなんかこう変な振る舞いしないんでそれがある意味責任感が闘志になるみたいなのありますよねだから仕事がしっかりしていくのはそういう,うん自分っていうブランディングを大事にするからって思いますねでも結婚してさ仕事バリバリやって家庭大事にしてて誰かのアンチ頑張ってる人っていないと思うんだよ <laughs> ちょっとおもろいじゃんもう じゃあ行っっててくるで仕事バリバリリやってる <laughs> 夜は X でアンチみたいな <laughs> 筋トレしてから疲れ感じにくいとかそこに忍耐量が上がった感じは全くしないですね、うん、別な感じがするななんかでもこの間なんか <laughs> あのゼリーさんのとこ行って明大前だったからもう明大前のロータリーなのかあそこのなんか駅前の長いなんかあの 明大前駅と明大に行く間のなんか立教の階段がめちゃくちゃ長いからうちの奥さん階段めちゃくちゃ嫌がるんでそこをおんぶしてあげた時には余裕でしたねも,もうバーベルスクワットに比べたら余裕だと思ってその日ジム行けなかったからそれで代わりに筋トレしたみたいなのありましたね「愛ちゃん好きですか? <laughs>」アイ愛ちゃんねるの愛ちゃん」 好きだね、抱きたいねっていう気持ち悪くないその YouTuber。<laughs> やばくないそいつ。<laughs> めちゃくちゃおもろいけどね。コラボした <laughs> 女性インフルエンサーのことを性的な目で見る男。誰が応援するんそいつ。しかも結婚しちゃって。これでちょっとあれですけど、あの、文春文春の、文春で俺なんか仕事したのよ。なんかサッカーの感じの。なんかもう覚えてないんだよ。いろいろ取材ありすぎて、記事で。そしたらそれのなんかこう、厳選徴収がなんか、なんかあの紙が届いてたのよ。 そしたら、それを嫁さんが、文春から来てるけど何かあったってずっと仕掛けてきてたのはちょっと面白かったです。文春から来てるよ、レオくなん何かあっていう。俺仕事したやつじゃないのっ,つって。すぐうんって言ってくれないから、じわじわ本当に何かあったかなっていうに。ちょっとドキドキしてくるっていう。もうね、褒められた生き方してるタイプの人間ではないですかね。何もなくても無意識で何かしちゃってるかも、みたいな。 ありがとうあ、ステーキありがとうございます今ステーキをいただきましたしかも切って出してくれる優しさおかげで目を離さないで試合見ながら食べれるからありがたいおエンドのパスいいね 肉久々ってそう正気と前と同じテーブルだったんですけどもうみんな焼肉焼くの下手だからっいうか,なんか焼きすぎる傾向あるから本当あれでしたねピッチ外でも回収欲しくなりましたね。 焼焼焼焼肉肉屋でででバイトしたんで焼肉焼くのめっちゃうまいですよね焼きかけ私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー排出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。